変態冒険クラブってすごい名前だな。どういうことなんだ、変態冒険クラブ。変態な冒険をするクラブなのか、どういうことなんだ、変態冒険クラブ、変態冒険クラブ。ごめん、ちょっとつぼった。ごめんごめんごめん、こんなもんにつぼってる場合じゃないんだ。ごめんなさいごめんなさい。変態冒険クラブありがとう。名前面白いね。変態の冒険をする様、変態が冒険をしている様を見学するクラブなの、それとも己が変態で冒険するクラブなの、どっちなの、え、どっちなのね。酔っ払ってんな、酔っ払ってんな。昭和のアダルト誌、わかる、昭和のアダルト雑誌みたいな名前してんね、いいね。うん、あー HBC 変態冒険クラブ。いや最近ムーのこととかめっちゃ考えて生きてるけれども、ムーとかさ、もうあれ名前がぶっ飛んじゃった、なんだっけ、あれそう、名前が出てこない、なんだっけあれ。マナマナさん、クソ、マナマナって名前いいな、マナカナみたいでいいな。うん、ムーとかね、読むと面白いよね。なんか滝行した時のさ、その滝行の会の会長みたいなおじさんがめっちゃムーの世界観に生きてる人だった。すごい面白かった。すごい良かったよ。なんかこの滝行を30分以上続けているとこのような景色が見えてくるのですって言って写真をこう見せてきてくれたんだけど、どう見てもあのちょっと小さめの変わった形の雲みたいな写真がね、こう見せられてるわけですよ。そのおじさんにこう見せつけられているわけなんですけれども、まあどう見ても普通の小さめの変な形の雲なんだけど、これはユーマですっていう。未確認生命物体です。まあ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 、信じるか信じないかはあなた次第なんですけれども、面白かったな。いやー面白かった。あのうん、これはムーの世界線に生きてる人ですよね。絶対そうだと思うんですよ。変態冒険クラブスーパーチャットありがとう。